五条悟のの倒し方って呪術回の最初は目隠ししてましたけど、最近とってつぶらな瞳で意外とキラキラな瞳でしたねっつって、うん、領域展開も猛烈な、猛烈な影響がありますねっつって、最強の呪術家じゃないですかみたいなことですか倒せんのあれ五条悟、倒せんのあれ特急俺が特急だとしてわかんないけど。ただ五条悟の倒し方って。どういうことだろうな五条悟の情報がさほどないよ。本当に。まあなあ、なんとかなんだろ、うでも。 倒す必要もないよな。五条悟は、だからもう俺はアニメじゃないんだからさ、難しいだろ。今五条悟を倒すなんだろうな。芥民さんからじゃない芥民ゲゲさんだっけゲゲ下々ゲゲ悪民さん作者の。芥民さんでいいんじゃない倒すとしたら。芥民さん、本当に、普通にもう何の問題もないから。うん。普通に、あ、お嘘だざ、つってドーン、ドンあ、もうそれでもう、まだそうなっちゃうよ。芥民さん倒しちゃっても書けねえんだからさ。 うん、あと何かアシスタントが襲ってくるぐらいでしょアシスタントも片っ端から、はい、ドンドン、ドンって、はい、倒して、まあ、これでもう連載終了で終わりでしょこれ勝ちでしょそういうことでしょ